まあ、個人で剥がせる部分も何回かありましたし、あのシュートの形で追われた部分も何回か作れましたけど、やっぱ決めきる部分はあの課題かなと思います。ホームスタジアムに戻ってきたなっていう実感も起きましたし、やっぱホームで勝ちたいなって思いもあったんで、まあ次回のホーム戦は必ず勝ちたいと思います。まあ、次節もあの内容と結果にこだわって、まあ、しっかりと自分たちの納得する内容で勝ち点をつかみ取りたいなと思います。応援お願いします。先週山口でアウェーで引き分けて、今週どうしても勝ちたかったんですけど、なかなかまあ相手も強くて、まあ、勝ちきれずに終わってしまったことは悔しいです。本当に素晴らしい雰囲気をサポーターの方たちが作ってくださって、本当に僕たちはピッチの上で、ピッチの上でプレーで恩返しできる、環境を作ってくださったんですけど、本当に勝ちきれずに申し訳ない気持ちです。またアウェーで大宮と、まあ、厳しい戦いになると思うんですが、来週こそは必ず勝って、勝ち点3を取りたいと思います。まずはこう0対3という状況で途中出場することを、して、何度か1点でも返して流れを変えたいという気持ちはあったんですけど、そこが、できなくて残念な気持ちはあります。でも、ピッチに立ったという、事実はあるので、しっかりと自信を持って、次に向かって取り組んでいきたいと思います。一旦こうアウェーが続くことになりますが、今日聞いた声援というのは、確実にみんな届いていますので、そういった声を胸に、連戦戦っていきたいなと思います。